社長今日休みっす。どうしたんですか？ザク持ってこい。ザクが気になって。気になった。気になった。スクール言って。何日経ってるんですか？だってこれから制作風景動画撮りますよねつって。あんだけ張り切ってまだ箱の中。箱の中。だってなんで時間が。とりあえず予習しますか。さあ予習。ニッパいらないじゃん。部分点数もう言うほど多くないじゃん。うん。どんな感じですよね。30分前で作れねえのこれ。嫌が多いな。サーボで動くんですよね。ちょっと教本見ていただいて。ん？ん？ちょっと待てよ。マジただの教本である。教科書である。どうやって作るんですかこれ。やばくね？それ明日？あ、先生。先生これ教科書です。本当に教科書だ。いや、何それ。え、どうやって組み立てるの？ちょっと待って。俺、これで作れると思う？これ、説明書忘れてないって言うの？いや、忘れてないと思う。どうすんのこれ。ポータルサイトでユーザー登録をして、はい、オンライン組み立てマニュアルを見ながらだって。え、説明書ついてないんですか？この、あ、すげえ俺。第1期生だ。どれ？第1期生の受講許可証に QR コードないんじゃん。16桁の A 数字です。これやん、もう何。16桁だから社長のマイナンバーでも売ったらいいんじゃないですか。動かすぞとかっていう前の問題だよ。こいつ動くぞとか言って。こいつ動くぞ。それはアムロレイのセリフなんでダメです。カードに書いてあるんじゃなくて。トゥン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 。終わったこれ。後ろ後ろ後ろ。これ？うん、それそれそれ。あ、これか。うん。これだ。そのレベル？なんか結構レベル高いですね。本格的ですね。やばい。第一期生何人いるんだろう。そうだよね。そのうちみんなで集まるんでしょ。そういうイベントないのかな。ね。バンダイさん。これ YouTube 最高ネタじゃないですか。戦うんでしょみんな。戦えるんですかこれ。生き残ったやつマジみたいな。マイケルバトルロワイヤル風。お金するみたいな。でこれ何で バトルですか。これザックバトル。ザックバトル武器は手。ロボコンじゃないですか。まずマニュアルのところまで多分30分かかります。今だって今アプリをダウンロード中だもん。アプリを見ながら作れと。うんうんうん。組み上がったらオンラインレッスン見ながら使える学ぼう。今度多分オンラインマニュアルを見たら、うんうん、オンラインマニュアルが30分なのか1時間なのかって決まるじゃない。明日から出張なんでホテルでしょ。マニュアル見てもらっていいですか。そのマニュアル見てる時の動画撮りますから。一筋縄でいかねえっすよ。甘かったっすね俺ら考え。30分ぐらいで組み立てて、じゃあ次動かしますプログラミングドーンじゃなかった。授業受けないとダメみたいです。アプリも来ない。見てこれ。安全についてる中で作業は十分なスペースを確保し、肉体的精神的に健康な状態で行う。しかも健康ではないですね。手震えたりする。手震え。じいちゃん。マニュアル、そのオンラインのやつはホテルでやりましょうよ。で、戻ってきて作りましょう。なるほど、できました、アプリ。エングリッシュ。日本語でしょ。エングリッシュってないっす。お願いします。うん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 、うん、ってことね。うん、ジョインス、はい、これ違うな多分。 ID まだこいつ ID 出ないよね。まだ私 ID ありませんって言ってる。これをダウンロードしろってことね。まあ、とりあえずダウンロード OK。 来た。まだまだ。えで作って1時間2時間ぐらいかかって動かせるようになるまで多分2時間ぐらいかかります。プログラミングの何かしがありますからね。簡単に考えてたんじゃないですか、うん、そんなのダメですよ。ジョニックはそんな安直な考えで物を作ってないです。チマット社に負けない、あれはあれ読まなきゃ分かんない。ズダに負けないモビルスーツを作ったのがジョニックですから。ズダってチマット社で最初に作ったモビルスーツ。推進装置で不安定な部分があったので正式採用はザクが最初だった。チマット社とジョニック社でモビルスーツを作って
ザクが選ばれた。ティマット社は推進装置の技術がすごいんで、ドムとかティマット社って作ったの。ズダは推進装置がすごいんで、こうハイスピードで動けるんですけど、最終的に推進装置が不安定で爆発するっていう。詳しくは MSE グルーっていうサイドストーリーのアニメを見ていただければ、ズダが爆発するのを見れるんで。来た来た。集中しております、登録に。これもう登録するだけで動画1本でいいやっちゃうんだけど、これ組み立てマニュアルですよね、うん、あった、オンライン組み立てマニュアル。やっぱそう、101ページ。はマジっすか。あのいいですね、しましょう。はい、まず工房を作った時点でアプリを接続になって、効かない人事でこれ。じゃあ無理だよ、持ってきましょう、ホテルに。ちょっとずつ作る、ちょっとずつ。やばからこう、いいっすよ、撮んの撮るための機材が欲しくなるから、上から映すやつ。5月30日から始まって、ま、もう今巻いちゃってますけど、もはや1週間しかそうなんですよね。え、10日経ってますけど、できてません。シリーズ化しましょう、頑張ろう。いやでも逆に一気に作っちゃったらもったいないんじゃないですか。今回は予習にもなんなかったですけど、まあ、作るための前準備ということで、まずはアプリを落とせと、オンラインマニュアル確認したから、したら、まあ、一応組み立てるスタートはもうできそうですよね。101ページでサーボこないでね、サーボこっちはなんか大してこない。そう、なんか部品多分動かすのに簡素化してんだよ、これだからね。そうですよね。頭どれ。おお、まあ、頭かっこいい。それホースなしでザクワン風にします。ホースを感じろ。シリーズ変わってスターウォーズに行きますか、今度。じゃあこれ持っていきますか、はい、持っていきましょう。出張のお供、明日からの出張のお供に12歳上だしできるな、はい、まあそうっすね、出張のお供に、はい、はい、ということで今回の動画は、組み立てるまでに何が必要なのかっていうのを確かめるための動画、謎動画。これ BH いるそれ一切ガン無視で自分の記録ね。そうそう、ただ社長と俺が喋ってるだけの動画なので、記録です、記録の動画なので。作ります、まあ作ります。はい、じゃあ引き続き楽しみにしていただければと思いますんで、じゃあよろしくお願いします